こんにちは。税業専門の税理士川南です。本日の動画は、売上はあるはずなのに稼いでも稼いでも手元に残らないのはどうして、稼いでるはずなのにおかしいな、そんな風に思ってる方いませんか？今日の動画はこの手元に残らないからくりを解説していきたいと思います。私はオンラインサロンの運営と SNS は TikTok、Instagram、Twitter もやってますので、ぜひチェックの方お願いします。また自営業フリーランス向けに本も出版してますので、そちらの方も合わせてチェックの方お願いします。それでは早速本日の内容に行ってみましょう。はい、それでは本日の内容です。売上はあるのに、稼いだはずなのに手元に残らないのはどうして、本日の内容です。自営業の所得の仕組みについて、そしてどうして手元に残らないかの内容としては、支払うもののリストをチェックして、次に生活費について紹介をします。そして最後、どうすれば手元に残るのかコツも紹介しますので、動画ぜひ最後の方までご覧になってください。はい、これではですね、そもそもこの自営業の所得の仕組みというのを押さえておかないと手元にね、お金を残すことができませんので、簡単に紹介をしたいと思います。自営業フリーランスの場合、売上から経費を引いたものが利益、要はね、儲けとなるのが基本的な仕組みになってます。こちら売上ですね。売上というのはどういうものかと言いますと、製品やサービスを販売したり、お客様に何かサービスを提供することでお金をいただく、その代金が売上になります。そして経費を払いますよね。売上を得るために必要な経費、仕入れであったり、ガソリン代、携帯代、外注費などなど、使う経費というものが必ず出てきます。その売上から使う経費、事業で使う費用を差し引いた残りが利益となるわけです。ここがあなたの儲けということですね。ちょっと専門用語で言うと、所得というふうに言われている数字になります。そしてね、ざっくり言いますと、この利益、所得に対して税金はかかってくると思ってください。もちろんね、この所得、利益からさらに扶養控除があったり、生命保険入ってますとか、国民年金入ってます、国民健康保険払ってますみたいな、ね、控除になるものあるんですけど、それを控除してから税金はかかってくるんですけど、この利益、所得と言われるものにこう税金がかかってくるという仕組みに日本の税金はなっています。ですので経費がね、多くなればなるほど利益、儲けは圧縮されますので、税金額も下がるという仕組みになります。逆に売上が増えて経費も少なく、利益が大きくなると税金額が増える、この基本的な仕組みというのを理解して、次の話、次のステップへ行きたいと思いますので、しっかり頭に入れてください。はい、それではね、サンプル例ということで、例えばなんですけど、これね、皆さんがね、去年おそらく提出したであろう所得税の青色申告決算書を見ます。この書類の数字を見ることで、自分の所得、先ほど言ったこの売上から経費を引いた利益、所得がいくらなのかっていうのを瞬時に把握する、もしくは瞬時に分かる表がこちらになります。今ね、サンプルで例えばで金額を入れています。皆さんはね、ご自分の去年出した確定申告の方をぜひ見ながら解説を聞いていただけると、より理解が深まると思います。この方の場合、売上が900万円だったとします。経費の科目がね、ここ10万に並んでるんですけど、合計したらこの年の経費が335万円かかったという前提で話を進めたいと思います。そうすると、売上の900万円から経費を差し引いた分が利益、要は儲けになりますので、残りいくらかと言いますと565万円になりますよね。スライドのここの数字になります。で、例えばね、この方は青色申告で e-tax で確定申告を提出しているという前提で65万円控除をもらっているとします。そうすると、ここの青色申告特別控除額のところに65万円が入っているはずです。 e-tax ではなく書類で出したって方は55万円になっていたりします。またね、10万円控除という方もいるんじゃないかなというふうに思います。今回は65万円という前提でいきますね。今回ね、この方の所得金額、要は儲けは500万円ですよという出るわけです。自営業フリーランスの方は会社員とは違って給料明細というものが出ませんので、源泉徴収票というものがないので、自営業の方はこちらの用紙のこの所得金額というところが抑えるべき数字の箇所になります。皆さんぜひね、ここ一度自分の所得金額がいくらなのかを確認してください。はい、それではね、次のスライドから手元に残らない仕組みについて解説していきますね。先ほどの例で所得が500万円だったという仮定で進みたいと思います。所得が500万円ということは、単純に割る12、1年12ヶ月ありますよね。そうすると、500万割る12をすると約41万円ほど使えるというような計算になるかと思います。じゃあこの方は売上から経費を引いた所得、儲け500万円を割る12して月41万円ぐらい使えるんでしょうか。皆さんね、多分ね、これ分かってると思うんですけど、こっからさらに支払いというものをしていかなければなりません。じゃあ
一体何をこの500万からさらに支払っていくのかと言いますと、まあ、まず税金関係になりますよね。はい、所得税の支払いがこの500万円の中からさらに引くことになります。会社員の方は源泉徴収を会社の方がされていて、税金を前払いもしくは前もって転引きしてくださるんですけど、フリーランス自営業は後払いの仕組みになってますので、1年の所得が出てから税金金額を確定申告で計算をして納めるという後払いになっています。では順番に見ていきましょう。所得税がね、約20万円ぐらいだったとします。この税金額は皆さん扶養の数とかね、所得控除できるものが各々違いますので、それによってね、税金額がかなり差が出てきてしまうんですけど、今回所得税が、20万円だったと仮定をして進めていきます。そしてこの方売上が900万円ですので、消費税の申告はないんですけど、もしね消費税の申告をしていて消費税の納付があるよっていう方は消費税の方も払うことになるかと思います。今回ねこの900万円の場合でね、1000万円切っているんですけど、もし消費税を払うと仮定したら約45万円前後の消費税が来るんじゃないかなっていうふうに予測ができます。今回はこれはとりあえず考えず、所得税が約20万円だとします。消費税の申告がある方はぜひね自分のシミュレーションするときにはオンしてください。そして所得税が約20万円ということは住民税が来ます。所得税というのは国に払う税金で、住民税というのは住んでいる市区町村に払う税金になります。これが住民税が約 10% ですので、20万円ほど来ると予測ができます。そして事業税というものがあります。今回の場合ね、いろいろね業種によってパーセンテージが異なってくるんですけど、約15万円ほど来るという計算になります。事業税についてね、計算方式など詳しく知りたいっていう方は事業税の動画過去に作ってますので、ぜひそちらの方をご覧ください。そろそろね事業税もね納付書が届く時期です。必ず確認をするようにしましょう。そしてまた国民健康保険を払わないといけないので、国民健康保険に加入しているとして45万円ほどかかったと仮定します。そして国民年金も払います。これはね約年間20万円になります。今回は20万円で計算しますけど、一人分ではない方はさらにこれにプラスオンされるというふうに計算をしてください。そしてね、借入の、ね、返済がある方ない方いますけど、借入ないよっていう方もいればね、借入金の返済あるよっていう方もいるんですけど、今回は月5万円ずつ借入金を返済していて60万円年間かかるっていう前提で計算をします。実際にね借入もっとあるよとかね、何本もねいくつか銀行さんからも借りてるし、公庫さんからも借りてるよって方はそちらの金額を合算して計算を出してみてください。そしてさらにね、こっからなんですけど、今回これらの所得税、住民税、事業税、国民健康、国民年金と借入の返済を出したら合計180万円になるんですね。ですのでこの500万円から180万円を引くことになると思います。でもさらにこれ個別なんですけど、小規模共済やイデコをかけてる方いると思うんですよ。そうすると小規模共済の年間額、そしてかけてるイデコの年間額というのもこの500万円のとこから払っていくことになりますので、そちらの方ある方はそちらの方をプラスしてここの合計金額を出すようにしてください。今回の例ですと、合計180万円かかりましたということはですよ、500万円の所得から180万円ね差し引く、支払うものがあるということで、残りが320万円になりましたね。ここね、各々皆さんねご自分のものに当てはめてシミュレーションをしていただけるといいかと思います。じゃあこの320万円残ったものをどうすればいいのか、次のスライドで解説をしていきます。次は生活費についてです。先ほどね解説したように、所得500万円からいろいろとね差し引くもの、支払うべきものがあって180万円を払いましたと、と残りは320万円残ります。320万円をじゃあ今度こそね割る10にしたら、月26万円ほど使えるということになるわけですね。はい、それでは皆さんご自分の生活費というかあると思うんですね。これも本当にね各自によって生活費って全然違うと思うんですけど、どうして生活費に違いが出てくるかというと、例えばね子供の数によっても変わってきますし、お子さんがいないのかいるのか、もしくはね1人なのか3人なのかによっても全然生活費というのは変わってきます。また扶養するご両親がいるとかいないとか、もしね1人暮らしでねまだ独身なんですって方は生活費そこまでかからないと思うので、ここは皆さん各自違う箇所だと思いますので、一旦ね自分たちは毎月一体いくらぐらい必要でいくら使ってるかっていうのを必ず確認するようにしてください。今回のケースですと月26万円ぐらいが生活費使える金額のマックスってことになりますよね。そうすると何を見ていけばいいのかっていうと、まず固定費になります。例えば家賃、光熱費や携帯代等々、ネット代等々固定費があると思います。それを計算してください。そして変動費、毎月の食費や医療費、またね遊びに行ったりね子供と出かけたりレジャーに行くっていうケース多いと思いますので、その変動費毎月いくらぐらい、多少ね多かったり少なかったりするかと思うんですけど、いくらぐらいかかってるか平均値というのを計算してみてください。そしてもう一つ、ここ
生活費において変わってくる重要なポイントがあるんですけど、住宅ローンの返済がある方ない方によってやはりね、この生活費っていうのが大きく変わってきます。住宅ローンの返済がある方は一体住宅ローンに毎月いくら払ってるのかっていうのを把握する必要があります。また車のローンがさらにあるよっていう方は、住宅ローンプラス車のローンを毎月いくら返済してるのかっていうのをカウントしないと、この毎月の生活費がいくらぐらい必要なのかっていうのは出てこないと思います。そしてまたね、お子さんがいる方は教育費ですね、学校の学費、塾や習い事などなど毎月かかってくるものあると思いますので、そちらの方を洗い出して、一体合計自分たちは毎月いくらで生活をしているかっていうのを出すことが重要なポイントになってきます。このね、仕事をしていると皆さん節税したいがゆえに、さっきの前のページのこの所得とか税金いくらですかっていうのをすごく気にされる方多いんですけど、意外とご自分の生活費がいくらぐらい使っているかっていうのを把握してないっていう方がいまして、ここはね、私もノータッチですので、プライベートの使い方っていうのは自由な箇所になりますので、税理士がねあれこれねいうところではないので、あまりそこ突っ込まないんですけど、意外とこの自分たちの生活費が一体いくらかかってるのかっていうのを知らない人こそ、売上があるはずなのに稼いでも手元に残らない、生活が楽にならないっていうことをよく言う気がします。例えば毎月の生活費の合計額が40万円になった場合には、この残りの金額320万円では生活をすることができていないということになります。ということは、借入金を取り崩したり、もしくはね、貯金の方を取り崩してまた戻したりみたいなことで、お金をこうね入れたり出したりして、プライベートと仕事のお金というのに出し入れして調整しているっていうことになってしまいます。でもね、それがずっと続くと必ず赤字になる、もしくはこのビジネス上は黒字が出ているんですけど、生活費の方でね赤字が出ている、生活がなかなか楽にならない、日々の支払いがきつい、もしくはねお子さんが大きくなった時、高校大学に行く時に必ず教育費っていうのはマックス行きますので、そのあたりになった時に準備ができてないっていう風になってしまうと大変なことになりますので、必ずこちら生活費抑えておかないと手元にお金を残すことはできないと思います。では次のスライドから手元に残すコツを紹介します。はい、手元に残すコツです。まず先ほど最初に説明したように、自分の所得がいくらかを知る、今回で言うと所得が500万円でしたよね。この500万円なのかっていうこの数字を抑えるというところがまず大事なポイントになります。そして税金がいくらなのかを予測する、これは資金繰りをしておくっていうふうに専門用語では言います。重要なポイントになります。そして次、生活費がいくらかかっているのかを知るってことですね。毎月自分たちが生活するのには最低限、もしくは平均がどれくらいかかっているのかを知る必要があります。この3つを把握した時点で、では自分たちは毎月いくらまでなら使えるのかっていう目安を知っておく、要は超えてはいけないデッドライン、またはボーダーラインというのを押さえておくことが大事になります。そしてこちらはね、ちょっとね対策みたいなものになるんですけど、税金は後払いで払わなければならないので、納税資金を取っておくという意識をつけてください。要は売上のねこれぐらいは税金で毎月ストックしておかないと、確定申告が終わった後の税金が払えないということになりますので、税金の納税資金を取っていくというのも大事なポイントです。そして消費税がね申告がある方は、消費税の納税資金を貯金していくってことも大事です。今回のケースですよね、売上が900万円なので、消費税の申告はないという前提でしたけど、消費税の申告っていうのは1000万を超えた年の次の次の年からかかってきますので、消費税がいつからかかるかっていうのは本来知ってるはずなんですね。そのね、消費税の支払いが実際来て、なんで消費税の申告あって消費税払わないといけないのっていうのはおかしな話なんですよ。事前に分かってるものなんですね。ですので、私はこれを顧問のお客さんに必ずお勧めしてるんですけど、消費税の申告がかかりますよって分かった年から、売上のこう何割かを必ず消費税の納税資金として取っておく癖をつけてくださいね。今から2年かけて貯金しておけば必ず間に合いますということで、お勧めしてるというか必ずやってもらうようにしています。で、消費税の申告をね計算してみて、消費税が思ったより高かったわーっていうならまだ分かるんですけど、消費税の申告があるなんてっていうのは嘘ですので、私も知ってるよって話ですよね。ですので、そこはきちんと納税資金を貯金していくようにしましょう。そしてビジネスにはプール金も必要です。毎回毎回ね、ここの目安、毎月いくら使えるのかのボーダーラインを知ってるから、そこまでカツカツ使っていいかっていうと、ビジネスにおいてはね、思ってもないようなね支出が出る場合もあります。何かが故障したとか、これを導入しないといけなくなったってありますので、ビジネスのプール金、もちろんね生活費の方の貯金の方も大事になってきます。そしてこれ絶対これだけはしないでくださいよっていうのが2点あります。1つ目、売上だけで判断をしないでください。売上を見て今月500万円か
稼いだからもう気が大きくなってしまって財布の紐が緩くなるっていうことはよくあります。実際今月500万円稼いでいても経費は400万円使っているかもしれません。ですので売上だけで判断をしないでください。またトータル1年でね、例えば年間2000万円稼いでるんだ、もっと使ってもいいだろうっていう売上だけで判断を絶対にしないでください。そしてこちらもう一つ2つ目のね NG ポイントなんですけど、稼いだ分使うのはもちろん NG です。やはり少し取っておかないとビジネスのプール金またはねいざという時のね生活費の貯金等必要になってくるかと思います。でそのね稼いだ分だけ使うというのは自営業フリーランスはかなりね後々苦しいことになるので、これは NG だというふうに覚えておいてください。はい、まとめです。まずね全体の金額を把握しましょう。じゃあね一体どうやってこの予測すればいいのかと言いますと、去年出した確定申告書の用紙を持ってきて今年の納税金額これをメモっていくと大体の金額が分かるようになってきます。そして過去の確定申告書と納税金額、その前の確定申告書の納税金額というのをメモしておいて、こう一覧表にしておくと今年はじゃあこれくらい金額いきそうだから納税額がこれくらいかっていうふうに分かるようになりますので、過去の確定申告と納税金額を必ずメモする、もしくは把握をするということが重要になります。そして言ったように納税資金は確保しておいてください。稼いだ金額すべて使うということはできませんので、そこねご注意ください。そしてもう一つ大事なポイントなんですけど、ビジネスがうまくいき始めた時、もしくはねちょっと稼ぎ始めてうまくいきそうだなって時に、簡単に生活の質を上げないということがポイントになります。生活の、ね、質をね一回上げてしまうとなかなか戻すことは難しくなりますので、多少のね何かこうご褒美とか贅沢ってするのはね止めないんですけども、生活の質を一気に上げてしまうと苦しくなってしまいますので、すぐにね儲かり始めた売上が上がってきたということで生活の質を上げないというのも重要なポイントだと思います。はい、本日の内容は以上です。私はオンラインサロンを運営していて3つメリットがあります。1つ目、オンライン上で質問や相談を税理士にいつでもすることができます。これは Facebook の非公開グループで運営をしています。2つ目のメリットは定期的にサロン Zoom を開催しています。 Zoom で他でメンバーさんとの情報交換、または私に直接 Zoom で質問や相談をすることができます。これもとても好評です。で3つ目、税理士の裏側を公開しています。 SNS の集客方法やねビジネス今どんなことをしているのか、経理税金の新情報などなどオンラインサロンのみだけに投げていますので、ぜひオンラインサロン概要欄の URL から飛べるようになってますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。高評価ボタン、感想をいただけると励みになりますのでぜひお願いします。その他 SNS は Instagram が今 1.5万人、 Twitter もやってますし、 TikTok が今フォロワーが 6.2 万人になっていますので、ぜひそこの SNS も URL から飛べるようにしてありますのでよろしくお願いします。また自営業フリーランス向けに出版をしています。これは Amazon Kindle 版もありますし、楽天ブックスでも買えます。また大きい書店でしたらね並んでるかと思いますので、ぜひそちらの方チェックしてみて、 Q&A 形式で必要なものが一冊にギュッとまとまってますので、経理の基本、税金の基本をつけたい方にぴったりの本となっております。ぜひよろしくお願いします。はい、それでは本日の動画以上になります。稼いでも稼いでもね手元に残らない、生活が全然ね楽にならないんですけどっていうね方、よくねこのセリフ聞くんですけども、からくり仕組みというものがね少しこの今回の動画見ることで分かったのではないでしょうか。そしてね残すコツというのも紹介しましたので、しっかりとね勉強して経営不振に陥らないようにね、うまくお金の方を管理していきましょう。はい、それではこのように自営業フリーランス向けに役に立つ情報をどんどん投稿してきますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは本日の動画以上になります。またの動画でお会いしましょう。税理士川南でした。